日本共産党の中野区議会議員の羽鳥大輔氏が、サッカー日本代表の劇的勝利に大暴言を吐いたということで、大炎上しているようです。この羽鳥氏が綴った共産党の本音や、さらに、火に油を注いだ追加のツイート、羽鳥氏のプロフィールなどを、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。日本共産党で、東京都中野区議会議員の羽鳥大輔氏が24日、自身のツイッターを更新し、中東カタールで開催中のサッカーワールドカップで、日本がドイツを破ったことに、日本代表は勝っちゃうしで、残念という他ないなどと綴り、批判の声が多数上がっています。羽鳥氏は同日、日本と対戦したドイツの選手たちが、口を塞ぐポーズをとり、多様性などを訴える腕章の着用を禁じた FIFA に抗議し、ドイツサッカー連盟も選手を支持する声明を出したという、毎日新聞の記事を引用リツイートし、その上で、日本とドイツのサッカー協会の差を見せつけられちゃうし、日本代表は勝っちゃうしで、残念という他ないとツイートしました。羽鳥氏は、ドイツの行動に対する共感を示したかったのだろうが、日本の勝利に水を差すようなこの投稿に、日本代表が勝つと残念なんですか？どうしてでしょう。日本代表が勝って残念という気持ちが全く理解できないのだが、スポーツに自分の思想を持ち込む人の方が残念だと思いますけど、あんたの思想よりよっぽど日本にいい影響を与えてるよ日本代表は、選手に失礼すぎるといった批判のリプライが殺到しました。サッカー日本代表は23日深夜に行われたワールドカップグループリーグ初戦で、ドイツ代表に2対1で逆転勝ちしていました。羽鳥氏は24日夜にもツイートを新たに投稿し、自身に寄せられた共産党に対する否定的な意見、そんなに日本が嫌いですか？という問いかけ、日本を出て行けと迫る投稿などのスクリーンショットを、アカウント名などを隠さずに掲載した上で、この意見も前の意見も私個人の意見ですが、日本代表の戦いはすごいと思いますし、ものすごい努力をされたと思います。しかし、日本代表を応援し、その勝利を喜んでいなければ日本人にあらず、そう考えてないなら黙っていろという空気の中で、日本が勝ってよかったとはとても思えませんと持論を展開し、あくまで代表の勝利には否定的なスタンスを貫いたことで、さらに大きな反響を呼んでいました。ニュースを深掘り。というわけで、共産党の中野区議会議員の羽鳥大輔氏が、サッカー日本代表がドイツ代表を破ったことに否定的なツイートを繰り返し、非難が集中し大炎上したということでしたね。このツイートには、同じ共産党の門原武史氏が、羽鳥さんが言うような空気はないと思いますが、それと羽鳥さん、勝ってよかったとは思えない、と、勝って残念、とは違いますよ、と綴っています。その他にも、あまりに反響や批判が殺到したのか、羽鳥氏は、同じ日の夜に、再度ツイッターを更新。多くの方からご指摘がありまして、現在は以下のように思っていますと返信を明かし、選手の皆さんは努力を重ね、フェアプレーで全力を尽くして戦ったわけで、その双方に対して敬意を払うことが政治に携わるものとして当たり前の態度でした。日本代表が勝って残念という言動は間違いでした。申し訳ありませんと謝罪しました。この羽鳥氏、ホームページでプロフィールを確認すると、1986年10月生まれの現在36歳。小学生時代、父親の仕事の関係で、
群馬、大阪、シンガポールと3つの学校、地域を経験しています。中学校から政治に興味を持ったようで、諫早湾干拓事業など国民に対する政治のあり方に対して疑問を持ち、もっと政治を学びたいと中央大学法学部に進学、日本共産党に出会ったと記載されています。大学在学中に学費問題や学生窮状の会の運動に取り組み、卒業後の2009年に民主青年同盟東京都委員会の職員となっています。2014年に日本共産党都議団事務局で働き始め、2014年9月、日本共産党中野地区青年雇用対策室長として、中野区鷺宮地域を中心に活動した後、2015年中野区議会選挙で、定数42人に対して60人が立候補した中で9番目で初当選し、現在2期目のようです。実は羽鳥氏は、今年3月25日にも、ツイッターで人気アニメに噛みついたことでプチ炎上したことがあったようです。羽鳥氏は、この前、鬼滅の刃、遊郭編の感想を話していた時に、話していた相手が、炭治郎は、鬼が人を殺すことにはすごく怒るのに、人が人を虐げてる遊郭には何も言わないのが違和感しかないと言っていたのが、とても興味深い感想だなとその時思いました。それに対しては、宇髄さんが炭治郎たちを遊郭に連れて行く時に、ここは男と女の欲望が交わる場所だ、みたいに言っていたことに現れているように、作者自身に遊郭に対して女の人にとってひどい場所だったけど、見染められたら解放される場所程度の認識しかないからなんじゃないか、と思いましたと綴っています。このツイートにも、舞台が大正時代の作品へその問題意識を持ち出すのは無理があるのでは？などのコメントがつき、多くの批判が寄せられる事態となっていたようです。この羽鳥氏のツイッターが炎上してから、ネット上には、羽鳥氏の様々なまとめサイトで情報が上がっており、今回の炎上した、日本が勝って残念などの発言から、日本嫌いのイメージがつき、羽鳥大輔氏で検索すると、韓国、韓国人というワードが見られるなど、日本嫌いの韓国人ではないかなどの疑惑もあったようです。さすがに、これに関しては、やりすぎ感はありますが、あまりに非常識なツイートに過剰に反応してしまったのでしょうか。いずれにせよ、今回も約200件以上と言われている批判的なリプライを非表示にするなど、隠蔽とも取れるような行為もしており、いろいろと癖が強そうな人ですね。やはり、エンターテイメントの世界に政治を持ち込むのは考えものですよね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。日本の存在が悪。日本死ね。これが共産党員の総意。本当に日本のこと嫌いなんだな。いろんなことは思っても良いが、公の場に書くなよ。こんなのを税金で買う必要なくね。じゃあなんであんた、日本の政治家やってんだ。さっさと議員辞職して、日本から出てけよ共産カルト野郎。日本代表が勝って気分悪くなるなら、サッカーなんて見なければいいし、話題にしなきゃいいだけなんだしさ。勝利を喜んでる人への嫌がらせをしたいだけだってことじゃん。別に共産主義者みたいに言論弾圧する気はないから言いたいこと言えばいいよ。発言の結果、有権者にどう思われるかも自由だけど。ああだのこうだの。どんな言い方しようと、日本に思いがないってはっきりしたからね。支持したらダメなんだわ。ここと組む奴らも、アウトだってよくわかった。
こいつの収入は 100% 税金。それなのに、こんな反日でそれを隠そうともしない。もう、こういう輩を政治家にさせている状況をなんとかしなきゃいかんやろ。はい、出ましたね、お得意の。加害者なのに被害者面。火に油どころか爆竹。感覚が異常だから、何がいけないのか。わからないんだろうな、わら。祝う祝わないはどうでもいいけど、発言的に負けりゃよかったのに。と言ってるようにしか聞こえない発言を、わざわざ議員が言う意味がわからないし。自民党議員なら、議員辞職を迫られる発言なのよね。いろんな考えがあるのは仕方ないと思うんだけど、自分の目的を達するために、この発言は明らかにマイナスじゃないのかな?こんなこともわからないってことに絶望する。いや、これ多分本音なんやと思うで。共産党としては、日本人が日本を応援するのが嫌なんだよ。日本人に日本を嫌わせることは、パヨが戦後ずっと続けてる作戦の一つだから。共産党特有の反日洗脳教育の慣れの果て。ミスター共産党員。少しはまともな理由でもあるのかと思ったら日本嫌いなだけかよ。党の支持率を考えるなら、マジ黙ってりゃいいのに、アホの極みだな。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか?日本共産党というのは、本当に日本が嫌いで嫌いで仕方がないのでしょう。日本にとっていいことがどうしても許せないのでしょうね。日本の選手たちの素晴らしい活躍を見て、ほんの少しの間高揚感に浸る。そんなことも許されないのでしょうか。なぜこんな人が区議会とはいえ議員として日本にいるのか不思議でしょうがありません。そもそも議員の肩書きで今回のような物言いしたらどうなるかくらいわからないのか。わからないからこんなことになっているのでしょうが。それが批判されると応援しないと怒られる空気感、私は傷ついたとなってしまう。空気感など意味不明で普通に喜んでる人に水差すなと言いたいですね。羽鳥氏はスポーツに政治を持ち込んではいけないという基本的なことを、政治家なのにご存じなかったのだろうか。批判するならもう少し一般常識を学んでほしいところです。能力以前に適性がないのは明らかなのですから、即刻やめてほしいですね。まあ適性のない政治家が全員辞めるとしたら立憲共産党は全滅ですけどね。それが現実となれば日本がさらに良くなるのにと強く願ってしまう私たちです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。